アルプス処理水の海洋放出にあたっての安全性確保の取り組みが緊張感を持って行われていることについて、本日設備を見て、そして現場で関わっておられる担当者の話を直接聞き、そして東京電力の経営トップの覚悟も確認をさせていただきました。引き続き IAEA の包括報告書の内容も含め、科学的な根拠に基づき透明性高く、そして丁寧に国内外に対して情報発信をしていきたいと考えております。